清涼軍の大勢は東大使は奥の手を持っているだろう。お前たちはすぐに負ける。この清涼の勇士が東卓、お前が持っている三国志の残片を渡せ。大使、洛陽の城内に引いて援軍が来るのを待つ。将軍、おめでとうございます。アリーナが解放されました。頂点を目指しましょう。腕試しとして彼を倒しましょう。洛陽から撤兵した後、どうして炎章の兵士の私たちを見る目が光っているの？